サブサハラアフリカアフリカ島センターは稲の品種開発、普及を行うアフリカの国際研究機関。その研究を通してアフリカの貧困の緩和と食料安全保障の貢献を行うことを目的として設立された。通称のオーダは救命である西アフリカ島開発協会の略称である以下オーダと表記する。百七十一年に 国際連合開発計画、国際連合食料農業機関とアフリカ経済委員会の主導のもとに、西アフリカの11カ国による自主的な共同施設として設立された。1986年に国際農業研究協議グループの参加に入った。2003年9月からは対象地域をサブサハラアフリカ全域に広げ、アフリカ島センターと解消した。 2008年時点では21カ国構成となっており、さらに加盟国が増える予定である。2008年6月には、サブサハラ以外の国として、初めてエジプトが加入することが発表された。本部は、当初は、リベリアのモンドビアに所在していたが、コートジボワールのブアケ郊外、ムベ及びマリのバマコを経て、2005年からベナンのコトヌーに移ったものの、2015年には、 再びコートジボワールのアビジャンとブワケに戻った。ウォーダはセネガルの三類金庫及びナイジェリアのイバダンにある国際熱帯農業研究所内に地域研究ステーションを持っている。ネリカの育成やその普及に関しての農民参加型手法活動を行っている。ありがとうございます。